はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回ね、ドラゴンヒストリー、魔人と戦う戦士たちで、ね、やっていくんですけども、ミッションが、条件付きが、魔人の力と願いの力、3体ずつね。で、ドラゴンヒストリーは、18体以内にクリアっていうのが、全ミッションになってます。で今回ね、それを一括でクリアするために、このメンツでやっていこうかなと思ってます。これ正直願いの力もあるしマジの力もあるしっていうことで悪くないメンツじゃないかなと個人的には思ってます。ザパスはどっちでもよかったけどな、どっちでもいいんだけどこれでやっていこうかなと思ってます。左から1凸無凸無凸2次2次、1凸フレンド2次です。リンクレベルはみんな高いかな。ブーがちょっと低いかも。ブー低いね。ブーが低い。こいつは普通か。こいつはごめん。でちょっとね音楽がね著作権上ね流せれないのでそこは注意ですね。もうこの辺になると大丈夫かな。ちょっと流していこうか。お、大丈夫そう。音楽的に大丈夫だ。じゃあやってこっか。とりあえずブーアクティブ打ちます。でブーが打てて18体以内クリアなんでなるべくね火力を出しつつっていうのが一番ベストかなと思います。そのためにはねこの純粋アクブーっていうのが必要なのかなと個人的には思っちゃいますよ。すげえな、ホーム画面の音楽いいんだけど著作権引っかかるかな多分あれめっちゃ好きなんだけどね。 We got power これ以上は言わんとこね。めちゃくちゃいいんですけどもったいないね本当に。出たよ。はい、マッソーマッソーハー。ここ打てんかったの痛いな。打てた。 OK。そうだな。何ステージあるか分かんないんですけど18体以内でしょ。1回あたりに2ターンで終われば大体9ステージはクリアできるから多分いけるんじゃないかな。知らんけどなるべく頑張ってみよっか。向きさてとこれはもうねリンクはしゃあないもう一気に終わらすためだからね。なるべく同色気弾を取りつつだね。一気に終わらすためにこういう本当にわけのわからんメンツになったんですよね。これだったら純粋サイヤ人とかでまとめた方がいいんですよ正直。極ベジのためにね。ただもう一気に終わらしたいがためにもこういったメンツになったんですけど僕も弱からんなんでこういったメンツになったんかわけのわからんサイヤ人と魔人がピンクが混ざってる状態ですね。それ、OK よしよしよし。さあ最初ご飯ってことは次ダーブラかそれとも相手長兄かマベジか。これは予想外だな。これはどうするかな。でも初手守り弱いけどなこいつ。こいつでいくか。初手守りそんな強いわけじゃないんですよね。しかも力属性多いからなおさらちょっときついかもどっかしらで会心出ればワンチャン削りやすくはなるかな。あとはアタック無限上昇しっかり生かしてってこいつの火力をどんどん底上げしたいっていうのはある。おっ痛い。で今3ターンでしょ。でこれ2ターンで切りつけるとなると、半分までダメージ持っていきたい。そういやー全然遠いな。遠いな。これ半分いけるか。567万。ポンはいポン。いけねえな。これ3ターンかかりそうだな。でも属性が属性だからしゃあないか。こればっかしはこれじゃどうしようもないしな。だったらこっちでやっていくか。こっちでやろう。でこっちで火力出しつつだね。 OK、 これならいい。アタック、これならアタックも出る。ちょっと弱点属性だけどしゃあない。真ん中は極ベジの方が火力出るからそれでいきましょう。ただ会心率ですね。会心が大体 30% まで高まってるはずだからそれをぶつけていきたいところ。それ会心がマジで出ねえ。頑張れ。ここで一気に削るか。うっそー、くっそー、で全然痛くないよ605万リンクがつながったらな、もっとマシなんだろうけど。 OK、 まあまあしゃあない。これは3ターンかかるわ、力属性多いし。もう一発打って OK です。3ターンだね。18以内でしょ。いけるいける。 OK、 おー OK、 でけえ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 。これで会心出したら絶対このターンで終わる。2ターンで終わる。それでもいい。あ、会心は出ねえか。頼むぞ神、神様頼むぞ絶対神。ナイスーナイスー。さあ地属性ですね。まだ復活は全然いらん。いらんのがやけど、いらんがやけど、あーだよな、そうずれるよな。OK、これでいこう。同色キラも取ってドッカンゲージもしっかり貯めていく流れでいきます。 OK、 極3が出るってことは次5テンクスか、俺の予想だと。いやサタンか、サタンか5テンクスどっちかだ。2ターンで切りつけるぞ。やめてよなあ。おめっちゃくらった。やばいな、あんなダメージ食らうのやば。めっちゃくらったんやけど、どうだろうこれ。ブーアルハンになれるかな。アルハンブーになれるか分からんけど、マジで痛かったよ。攻撃進撃波。あ、これはいやだよね、ゴテンクスだよな。一番ダメなパターンだね一番ダメなパターンですねゴテンクスが。確かねゴテンクスの場合がそこまでなんだよね。うん、そう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 、なんだろう、極限バトルとかにおいて使えるっていう感じかな。とりあえず要約するとこれいけるかな。戦闘に起きていいけどさ、戦闘怖えな。置いたとてでも力き玉が微妙な感じか。だったらまんべんなく打つならこっちの方がいいね。 OK、 ああいやこれ右取るべきだったな。まあいいや、右の赤色取るべきだったな。これ俺のミスっすね、普通にミスった。まあこれで会心出せばでもワンチャン倒せるか。そい、いやー届かんなこれ。わからん、真ん中のブー次第かな、あとケツブー次第。ケツ分鉄分ちゃうで。あー2ゲージか、1本削ればいけそうだな。もうええって、わかったわかった。まあでもこれ先頭に置いててよかったね。お、いいね、なんか縁起がいいね、7777ってめっちゃ縁起や。お、いいね、倒せ。 OK ナイス。次はどっち。ああこいつらか、予想外だった。さあこれどうするかだね。アイテム一応あるのはあるけど今回全然持ってきてねえんだよ。ちでもいいんだけどな。どうするかな。こっち行くか。こっち来ても降りてくるから、これでぶっぱしよう。 OK、 これでいきます。あとは必殺打ってこないことを祈るでも。で、即属性なんでちょっときついけど、剛力進撃波ちゃんが、次のターン来るから、それで軽く出していくっていうのもワンチャンありかな。勝てー。マジで即属性多いな。こういう対策のためかな。あとはそうだな。オッケー、会心でけえ。マジで会心がでけえ。これあれだな、スタンバイスキルで貯めれねえな。貯めたらその分ターンがもったいない気がするな。どうするかな。さあ神様お願いします。こいっちょ、こいつ強いよね。こいつ強いよ普通に。2発超必殺技だったら確定だったっけ。必殺が漏れなく必殺がついてくるんで、回復もよしダメージカットもよしだし、ね、強いよ。初手配置は全然向いてないけど、いい火力してる。でも今んとこ順調だよね。ね、順調だね。これ気絶とか入れてこねえよな。気絶入れてきたらマジで困るんだけど、どうなんだろう、分からん。これは先だ。いやこっちいいな。こっちいい。まあまあ保険をかけた。 OK、 これでいきます。気絶はねえと思うけどな。あれさっき俺必殺でも食らってないな。あ、ここで飛んでくる。必殺富士かな。あ、アタック低下ぐらいか。ならここで倒しましょう。アタック低下させられたのちょっと地味に効いたけどさ。そい。OK、 もう一発。かっけー。あー、残り2本。いや1本だね。ごめん間違えた。あとは会心出すのに。でも5点打つときたら次どんだ。あーでもこれさ、ブーだったら悟空までありそうだね。元気玉悟空までありそう。あ、そんな気がすんな。ぽいっちゃう。次ベジットあたり来そうだ。ベジットかアルハンかどっちだ。アルハンっぽいなやっぱり。アルハンさんいらっしゃい。ぶっ倒します。なるべくドッカンゲージ貯めたくねえので。お、アルハン VS コテンクス九州の部。いいね、なんか懐かしい匂いがするね、原作通り。ああだろうね、食らうと思ったよ。大丈夫、こいつは戦闘で守れるキャラじゃないから、これはしゃあない。まあある程度は守れるけど、ある程度までだから正直ね、そこまで強くない。問題はそこなんだよ。戦闘で守れるっていうなら極ベジの方が守れる。あの Z の方が、あっちの方がディフェンス無限上昇だから全然守れる。はいっちゃう。また2ターン以内には蹴りつけたいところですが、今で9、あと半分だね。9ターン以内でクリアしたらまあいけるね。確か18だよね。そう、 OK、 残りいいよ。もうたまんねえなブーちゃんよ。おめえすげえぞ。ん、 OK、 うわー、なんかこれ追撃あれば699万、追撃あればおお、追撃なくてもいけた。すんげえ、一旦いけた。ベジットがここに来て、ベジットかダリーナ。うわ、しかもこの曲やん、めっちゃええやん。あら、これはちょっとアクティブでチドーン曲を変えようアクティブで無理やり曲を変える。さあなるべくドッグがモードに入りたくないでござる。いけるか、いけるか。いや、いけるいけるいける。いけるかなこれ。真ん中までで倒してほしいな。そい。よし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 。くそ、ブーブーがリーダーだからさ、並び結構固定されるんだよね。そこはまあしゃあないけどさ。でもサイヤ人とあれだったらね、サイヤ人同士で真っ最後。さあ605万。おいおい、避けんなお前。一番大切な火力やったぞ今。でも一発避けんなよ。 OK、 これで避けたら多分俺あれやで、もうケツの中で火吹いてたであ、これ倒せるかな。いや倒せるかどうだろう。ザマス次第。行くザマスよ。ザマス次第。オッケー、ナイス会心、素晴らしい。ああベジータ、おもうちょっとで終わりじゃないこれってことはね、なんかそんな気がすんね。ならぶっぱしよう。待って、落ち着け。総数は数えるんだ。これは果たして先頭で打つのが正解か。いいな、真ん中で打つのが正解だが、もう俺我慢できないで打ちます我慢できません。さあこれでいきます。お、あーなんかこんなやつおったな。極限来るんじゃないか来ないんじゃないか分からんようなやつ来てほしいけどね。やっぱり真ん中配置よりは軽く落ちるね。しゃあないけどさ。さあぶっ飛ばします。ゆうけもう気持ちいい気持ちいい。ナイス。いいね、いい感じに相手困ってんじゃん。お残り、はあいいね。これ次元気玉で終わりでしょ。まさかのベジットがスーパーベジットじゃなかったんだね。これちょっと予想外だ。さあこれでラストです。まあ余裕があるな。どうしようかな。まあ一応でももうこう、あびっくりした、なんかフリーズした。何のフリーズや。さあ行きます。これ真ん中配置でもよかったな。そい、オッケー。これカウントダウンのあれかな、多分しょっちゅう打ってくるような感じではないと思うんだよね、相手元気玉。まあ、ちょっとどうくるか分かんないけど、やっぱあれだね、8周年強えよ。なんだかんだみんな手抜きとか言うけどさ、これ全然いいけどさ、これ強いし強いし、よいしょ。まあなんだろうな、悪くねえと思うけどさようやくさあ飛ばします。よいしょ、オッケー。なんだかんだあれやん、5点くすぶ強えじゃんはいまあてな感じでいかがだったでしょうか。これ今回ミッション一括クリアですね。あやばい、音楽が鳴ってしまう。急げ。はい、オッケーってことでね、まあ多分これでミッション一括クリアかな。はい、これで一括クリアですね。なんで皆さんもぜひね、このパーティー参考にしてみてください。全部一気にクリアできるんでね。はい。ってな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それではまた皆さん、バイチャー。